文学じゃなくて文芸です。エディファーです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて、草原のビルディングクリアしましたので続きやっていきましょう。星のカービィディスカバリー。さあ、面白いね。本当にまずカービィ可愛いんだよな。トンネルくぐってワドルディを助けるミッション3つ。 OK。 やっぱハテナなんだね。何がミッションなのかわからない状態でやっていくと。で、相変わらずコピー能力がソードですね。ソードじゃないやつがいいんだよな。どっちか、ボムとか。あと BGM がなんか、冒険してます系な BGM になってきたね、なんか。冒険してます系ってか、なんかこう、追われてるというか、ちょっと危険な冒険みたいな。あ、飛ばしてくるね。はい。あ、こんな感じ？はい。あ、なるほど。火が残るんだ、ちょっと。はい。OK。あ、結構遠くまで行くね。あ、これね、ジャンプして、ジャンプダッシュかな？ちょっと待って、火の玉になるのってどういう操作方法だ？走って B か。ジャンプして、方向で B でも行っちゃう。あー、これ突っ込んじゃって逆にダメージ食らうパターンだから、それだけ気をつけよう。おお、これね、もうあれなんですよ。ファイヤー持っててランタンがあったら火つける系でしょみたいなのがね、ちょっとわかるんだね。あ、なるほど。地面に火がついてるから降りてくるたびダメージ食らうと。懐かしの爆弾ブロック。 OK。 お金いただいております。他には何もないよね。なさそうだね。まあ、移動はこれでも全然いいかもしんないけど。オッケー。なんかちょっとさっきよりやっぱ BGM が不穏な感じになってる気がするんだよね。おお、間違えて蹴飛ばしちゃったけど、いいのかなこれ。蹴飛ばしちゃっても、あ、でもやっぱ蹴飛ばすと光がちょっとあれね、ちょっと暗くなるっていうのがいいよね。お前どこ狙ってんだ。お、左側も行けるけど、こっちの道もあるよと。なるほど。あ、ブロントバードさん、はい。でもゆっくりだね、すごい親切。 OK。 あ、吐きながらこう動かせるんだ。見てこれ、カービィの口の先は青色なんだよ。で、遠くになると赤なの。いいね。おお、何これ。どういうこと？これずっとやってるとそこにできるんだ。なんか炎の種みたいなのが長く。これはすごい。これなんか中ボスがなんかね、こう発生しそうな場所をあらかじめ分かってたら、そこに炎を吐いておくっていうのはすごく効果的な感じがしますね。お、なんだなんだ。お、スイッチ。あ、謎解きなんてお手のもんでございますよ。隠し目を見つける。オーケー。単純ね、なんだろう。お、ワドルディじゃん。よっと。なんかね、隠し部屋の先にワドルディがいる場合ってさ、ミッションをある種2つクリアしてるって言っても過言じゃないよね。いいのかな。1つをやることで結局2つクリアしてることと変わんない気がするな。よっと。うん、逃がさないよね。敵として私の前に立ちはだかったからにはもう消えてもらうしかないね。これはない。 OK。 でよーし、 OK。 はい、こっち側とか特にないよね。あ、やばい、やっちゃったマジで。ああ、ごめんなさい。余計なことしました。ゴールド細長いんだけど。面白。ちょっとランタン火つけときましょう。さあ、ランタン見逃してたらやだな。ないよね。戻れる？戻れないね。戻れない系ね。 OK。 戻れない系のカービィね。うん、理解した。戻れる系のカービィってあったっけね。 OK。
ほい。おお。でも前のやつに気を取られてると横のやつが攻撃してくるっていうね。多分まだね、何か見逃してるっていう感じはないはず。あ、ぶね。余計なことした。はい。ほう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 、開くんでしょあそこ。開かないの？上かな？まあ上だろうね。よっと。ほう。あ、ガチャルポンだっけ。あ、飛ばせないのか。なんか炎を、敵キャラみたいに炎をポンってこう飛ばせんのかと思ったけど、そういう技はないのかな。おお、急になんか3つ。お主やるな。あ、よかった。回復、危ね。おお、急に出てきた。ガルルビ。オッケー。おお、危ね。空気弾でも。負けませんぜ、お客さん。よっと。お、これで、あと、オーケー、ミッションクリア。完璧です。でもなんか、ありそうだよね、ここね。上か？上か、もしかして。おー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 、あ、やっぱ上だ。見てよ、この嗅覚。エリーファーの嗅覚よ。ほーら、見つけちゃうんだから、エリーファーは。見た、みんな。こういうとこですよ。もうカービィが本当に好きだから。まあ、その、何？簡単にはこう、クリアさせないぞっていうところも、エリーファースルッと見つけちゃいますからね。ちょっと待ってね。なんでスタートしたんだろう今ね。喋りたいからスタートしたみたいになってたね。ワードルディが、あと2体。あとミッション1つ。OK。ハテナハテナハテナがやっぱ怖いよね。どこに何があるのか。OK。でもなんか、今回のワードルディに関しては、どこら辺にあるかっていうのが目安になりそうな感じは、ちょっと待てよ。はぁ、あ、はぁはぁ、ロープがあると。これそのロープに火つけて、あれだよね。その導火線に火が達する前に行けみたいな感じでしょ。そうなんですよ。だからね、あらかじめ敵を倒しておくってのが基地なんですよ。こういうのは。わかってんだから。これでさ、普通にミスったらダサいよね。オッケー。オッケー。どうも。バチコイ。いや、おい、オッケー。ちょっとやっぱ自分を褒めたくなるよね。あの、長年カービィをやってきたっていうことによって、エリファ鍛えられてますね。オッケー。下なんもないよね。なさそう。やめた方がいいかな。行かない方がいいね。なんか大砲に乗り込むとかでミッション1個かなと思ったけど、そんなことはなかった。オッケー、オッケー、よし、大丈夫大丈夫、問題ね。ほう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 、階段頬張りバッタンってこと。おお面白い、バッタン。あ、ジャンプはもうちょっとしかできないんだ。ごめんね、カルルフィ。バッタン。あ、横に倒れられるの？あ、なるほど。じゃあ、こっちも行けると。なるほどですね。こういうことでしょ？いやー。で、多分吐き出すんだよね。そうすると、上に行ける的なことはなかった。勘違い。恥ずかしい。さっきまでなんか、エリファすごいみたいに言ってたけど。普通にミスった。おう。あ、壁とかで突っかえると、こんな感じなんだ。あ、なるほどね。意味はわかる。あ、なるほど、なるほど。これで吐き出して、登っていきまして、の炎吐きので、あ、ガシャルポン。ガチャルポンか。ガシャルポンじゃないよね。ガチャルポンでね、多分ね。おう、間違えた。
よし、口がいい、カービィの口がいい。オッケー。あ、カービィに罰がついてます。っていうことは悪いやつがこの先にいるってことかね。ほいほい。あー、待ってね、なんかあるけど怖いね。多分ここだよね、答えは。で、そうだよね、あれなんかあんのかな。ちょっといい、ごめんね。なんか隠し要素があったら怖いなっていう意味でちょっと今動かしてます。こうして例えばさ、これでカビバツになって、これをなんかファイヤーとかでだと思ったんだよ。ほーら、すごくない？これに気づくの。いやもうちょっと、いや今年に入ってマジで自分のこと褒めたいこと第1位だねこれね。 OK、 依然問題なく。あらよ、あら、え、なんで、ん、どういうこと。なるほど、よくわかった。これは避けなきゃいけないってことか。なるほどですね。ほう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 、どうすりゃいいんだ。あー、ちょっと待って、こういうことか。あ、ダメでした。どうすればいいんだ。あ、こっちかな、こういうことか、こっちですよってこと。なるほど、で、こう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 やっていけ。よくわかりました。はい、というわけで本日はここまでです。ちょっとね、ここから先火をつけて、あの大砲の中に入ってボンと、もしかしたら隠し部屋があるかもしれない、ちょっとそっちの方に、行こうかと思います。チャンネル登録といいねの方ぜひよろしくお願いいたします。そしてのカービィディスカバリーの冒険まだまだ続きますので、ぜひよろしくお願いいたします。でですね、私エディファーは小説家志望者でして、格読むの方で作品を投稿しております。また、この YouTube のチャンネルにはですね、小説を書き始めてから書き終わるまでの姿を撮影した、まあ、ASMR 動画ですね。まあ、タイピングの音が入っているので。で、そちらをですね、ぜひ勉強で集中したいとき、お仕事で集中したいときにお使いいただければと思っております。星のカービィディスカバリーも楽しいんですけど、ぜひエリファーの方にも興味を持っていただけると嬉しいです。というわけで、エリファーでした。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。